言葉の選択ということで、今日は、お話しさせていただきます。まあ、言葉というのは内面のものがやっぱり出るもんですよね。だから例えばすごくネガティブの感情のある人はもうネガティブな言葉を選んで出てしまうし、やっぱりポジティブで元気な人は可能性のある言葉を使いますね。ポジティブな言葉を使う、これって意識的にやっぱり意識しながらやっぱり使うっていうことも非常に大事だっていうことを聞いてまして、まあ、言葉の魔法とかも言いますけど、まあ、僕らはそのメイクを作ることによって内面を強くしていこうということを、まあ、言ってるんですね。よく使う言葉ね、まあ、皆さん何気に忙しい忙しいって今どうって言ったら忙しいっていう言葉を言ったりするじゃないですか。例えば何気にね、ちょっとこれ買いたい、これ買ってみえへんって言ったら今お金ないんでって言ったらお金ないんでって言いますよね。で、まあ、僕らの仲間の中ではもうお金 のもうそのないという言葉、こうやって配信する時でも本当は言いたくないぐらいにもう徹底してるんですよ。だから何々がないっていう言葉は言えば言うほど自分の脳に全部こうやって入っていって、それがこう意識的にですね、やっぱり現実化してしまう。それを意識を自分の中ではしてないのに、何か知らんけども何回もそういうふうにして聞いていけば、まあなんていうの、どちらかというと催眠にかかるような感じですかね。だから寝る前とかに、寝る前とかによく不安に、まあ、いろんなことを不安があったりとか心配事を寝る前に考えれば考えるとその方向に現実になっていくって言われてますから、もうあんまり考えようにしようと思ってね、僕もねやったことあります。でも最近では本当に昔よりかだいぶ、僕も心配症でしたけどだいぶねマシになりました。本当にもう幸せモードですね、はい。でその言葉遣いということなんでちょっとこう簡単に説明させていただきますと、僕は20代の頃に学ばせていただいた清水秀夫先生というヒューマンウェア研究所のね方に教わった言葉で、まあ、ありがとう の, 10箇条とか人生八変化とかね、いろいろあるんです。ラッキーこのねラッキー剣10箇条とか名言素10箇条、その中で今日はお伝えしたいのがこの名言素10箇条。これなんて言葉の本当に簡単なことなんですけど、意外とやってみたら面白いと思います。この先生は、お疲れ様って言わないんですよ。お元気様って言いますね。まあ、最近ではよくそうやってね言葉 を使うセミナーとかそういうのは多くなってきましたけども、もうねこれ僕何20代から30年ほど前か、もうそれぐらいから言われてました。で例えばじゃあ忙しいっていう言葉どういうふうに変えるのよとか、で疲れたっていうのはどう変えるのかとか、難しいっていうのはどう変えるのかとかっていろいろあると思うんですよ。忙しい、疲れた、難しい、つまらない、できない、ね、嫌だ、困難だ、ダメだ、金がない、まずい、もう年だ、汚い、どうしよう、バカだ、不幸だ、やりたくない、面白くない、困った、参った、苦しい、辛い、失敗した、わからない、大変だと、こういう、まあ、ネガティブな言葉だけを今選んで喋っていますと、これ聞いてるだけでもなんかもう疲れたわ、これだけでも嫌ですよね。でその体はそうなんですけども、疲れてたとしてもその時何と言うていくかということが結構大事なんです。まあ、疲れてるというのはそれを自分で頑張りますとか変える。例えば忙しいというのを、まあ、忙しいというのは心をなくして書きますから、そこは充実しているというふうに言い換えるわけですね。もうとにかく今充実してると、はい、もう忙しいっていう人多いんですけど、あんまり忙しいっていう言葉を周りが聞くと、あの人忙しそうやからもうあんまり声かけやんとこというふうになって、いいご縁とかいいねコミュニケーションが取れなくなる、まあ、ほっとかれるということになりますからね。そういう部分では充実しているとかいうのがいいと思いますね。であと疲れたは頑張ります。で難しいは分かりやすいですね。難しいは簡単だと、もう簡単だって置き換えるということですね。でこの今回のこの例えばプロジェクトは意外と難しいよねっていうんじゃなくて、簡単ではないけどもっていう言い方をすればその難しいっていう、ね、言い方を変えられる。簡単ではないけど頑張ろうという、そういうような言い方をすればいいということでね。でまあとはもうね結構とにかくやれるとかね。で僕がねこれまあ生放送からあれやけどね、僕がねある種自分の中でオリジナルの言葉、こういうのオリジナルの言葉を使うというのは、自分がもし何かあった時にいろんなこの何や不安とか、ね、心配事が増えた時にちょっと自分でね言葉を作っておくんですよ。ミラクルワードっていうのね。で自分が元気になる言葉を作るんですよ。僕はもうなんかちょっとこうなんかイライラするなとか、もういろんなことがこう詰まってきてちょっと焦ってきたなという時は言う言葉があるんですよ。寝る前の言葉があるんですよ。これ皆さんも一回やってみてください。
意外と面白いですよ。僕ね、あのワンタン麺とかあの麺好きなんでね、だから簡単簡単ワンタン麺って言うんですよ。で、簡単簡単ワンタン麺、簡単簡単ワンタン麺、簡単簡単ワンタン麺、これ口に出して言うこともそうだし、寝る時にこうイメージして簡単簡単ワンタン麺って、これに何回かやってるだけになんか面白くなってきます。僕この前にもブログ書きましたけどね、あの MRI っていうかな、あの中入るのが嫌なんですよ。閉所があるんで、閉所恐怖症なんで、もうね本当に昔それこそもうパニックになって、もう電車も乗れないようなことも経験してる。それはね、やっぱりね、本当にメンタルが病んでくるとね、自分のね意識ではないところにね、やっぱり神経はいってしまうんで、まあ皆さんも本当に無理なさらないように、ためないことですよ、ストレスをね。まあ、そういう部分で昔そういう閉所恐怖症がこう発症したもんですからね、もう新幹線に乗るこのプシュッてこの音、これだけで、あ、しまった、やばいって、もう冷や汗かくぐらいのことがあったんですよ。で、出張とかあった時に乗れなかったこともあります。そういう経験をね、何度もしてるんで、まあようやくね、飛行機乗れることになりました、乗れるようになりましたけど、まあ本当に今こうスマホとかあるからね、なんとかスマホ見ながらこう自分の気持ちをね、こう安心させるような、こうそこに気をそらすようなことができるようになりましたけどね。まあそういうことを考えていけば、やっぱりみんなそれ強く見せてるけど、結構ね、要は内面は結構弱かったり、寂しがりやったりすると思います。僕はいろんな素敵なね、会長さんとかね、いろんな社長さんとかお会いします、年上の方、まあ、そういう方ね、ほんまに元気そうに見えるけども、意外とお酒飲んで一緒に喋ってたらね、そういう部分では同じな部分があるなと、それがまた人間らしくていいなと思ったりするわけです。はい、まあ話が飛んでしまいましたけどね、だからそういう自分のミラクルワードっていうのを作っておいたらいいということと、まあ、今日お話したのはマイナス的なネガティブな的な言葉を言えば言うほど、そういうふうに自分が引っ張られてしまうということを、まあお知らせしときたかったわけです。まあお金がね、まるまるね、あるお金がある、お金がある、お金があるってどんどん言う、もしくはお金がもしね、ないという現状があったときは、持ち合わせがないという言い方をするといいっていうことを聞いたことがあります。持ち合わせね、だから僕はいくらでもここら辺に天の上に宇宙にいっぱいお金があるんやけど、いや今たまたまちょっと今持ち合わせがないと、まだ、ね、今ちょっと入ってきてないと、そういう言い方をして、実際はたくさんあるという、そういうイメージをしたらいいよっていう話を、僕の友達がしてました。はい、そういう素敵な友達が多いので、まあ、いろんなねアドバイスをしてもらえると。だからもう僕らの間ではお金がうんうんって言うたら、もうはい言うたピープーって言うてね、結局そういうようなことを言い合いしてるということでございます。まあ今日のテーマはそういうことで、メイクには関係のないように思いますけども、実はメイクと一緒ですよ。メイクで一番こうメイクするときによく言う言葉あるんです。今更とか、もう年やからとか、またシミできたとか、シワできたとか、乾燥しても大変なのよとか、もうそういうことをどん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 口にしていけばいくほど、もうそういうふうに余計大変になりますから、まだまだ若いこれぐらいどうってことないみたいな感じのイメージでですね、ぜひぜひ、頑張っていただけたらと思います。